ドナルド・ハンスバーガーは、アメリカ合衆国の指揮者、編曲者。1965年から2001年まで、イーストマン・ウィンド・アンサンブルの指揮者を務め、また、イーストマン音楽学校の教授でもあった。特に20世紀における、ウィンド・アンサンブル編成の確立に貢献したと、されており、加えて、指揮、録音、管楽器のための編曲活動でも知られている。 イーストマン・ウィンド・アンサンブル名誉指揮者。1932年8月2日、ペンシルバニア州ソーダートに生まれる。1962年、イーストマン・シンフォニー・バンドの指揮者及び、器楽アンサンブルプログラムのコーディネーターに就任。1965年、クライドローラーの公認として、イーストマン・ウィンド・アンサンブルの指揮者に就任。同アンサンブル在任中に、 トランペット奏者ウィントン・マルサリスとの共演も含め多数の録音を行っている。指揮、著作、録音の活動を通じてハンスバーガーはウィンドアンサンブルという概念の進展に寄与した。1985年から1987年まで全米大学バンド指導者協会の会長を務めた。近年はサイレント映画音楽の作曲や主要オーケストラの指揮活動を行っている。 ハンスバーガーは、管弦楽曲の吹奏楽編成への編曲も行っている。また、管楽器奏者のための教則本である、レミントンウォームアップシリーズの編著など、著作活動も手がけている。ドナルド・ハンスバーガー、イーストマン・スクール・オブ・ミュージック。 athttp://www.esm.rochester.etu-faculty-hunsberger. ドナルドアクセスト2010年4月16日フランク・ジェイシパラドナルド・ハムスバーガー The Wind Ensemble and It's Repetua Essays It on the 40th Anniversary of the Eastman Wind Ensemble 17 フランク・ J ・シパラドナルド・ハンスバーガー、ザ・ウィンド・アンサンブルイッツ・レッペとは、エッセイズ・オン・ザ、40th anniversary of the Eastman ウィンド・アンサンブル、22、クブドナクブドナ、アバウトクブドナ・オフィサーズ、パスト・プレジゲンツ・アット、アーカイブド・コピー。2009年11月25日時点のオリジナルより、アーカイブ。2010年4月16日閲覧。 アクセスト2010年4月16日。ありがとうございます。